ここは生物を異形の姿へと変異させる寄生生物によって汚染された超過酷な世界。こんな過酷な世界を自然現象を超越した異常な存在である SCP を使い、寄生生物たちを撃退しつつ自分だけのユートピアを作り出す。これがこのシリーズです。こんにちは、ゴッドゴータンです。ただいま SCP とサバイバルがやっぱいるサバイバルやっているんですけれども、こちらの建物をご覧ください。見ての通り、何かが作られそうな、そんな雰囲気を感じられると思います。そうです、これはなんと、マンションです。初めて僕はビルを作っていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。まずは、ビルを作るための建材である戦略岩及び安山岩を集めていきたいと思います。そういったものは大体露出しているので、マインオールを使って一括で破壊をしましょう。穴掘った方がさ、石ブロック集めるの早いなーと思って。だから、エフェルタリービルダーズの力でね。いや、あ、やばい、固まった。いいねー。ここまで掘るのにどんだけ普段だったら時間かかるのって話だよね。安山岩や戦力岩なんかはこの中に全部入ってるわけだから、走り回って、で、インベントリーの中に回収して、で、建材として役立ててあげましょうか。ふぅ、1、2時間ほどかかって、やっと露天掘りすることができたぞ。ゴッドコータンはエフェルタリービルダーズだ。SCP-063。世界最高の歯ブラシなんかを使わずに、このダイヤモンドのツルハシだけで掘り抜いたぞ。って言ったらみんな信じる？多分信じないだろうな。だってサバイバルでそんなめんどくせえことやりたくねえもん。この壁のところちゃんと穴開けないとな。出入り口とするものをちゃんと作っておかないといけないなって。毎回ここ通るたびに思うんだよな。よし、作るぞ！まず、床を作りましょう。床はね、この石ハーフブロックを敷き詰めたいと思います。床材は全部石ハーフのブロックにしたいと思う。そして、あんだけあったのにもうなくなっちゃったよ。丸石を焼いてるんだよね。この全自動かまど焼き器によって。溶岩は SCP-345。ストーンキューブパズルってやつから無限に取れるわけだから、燃料には困らない。石ブロックはこうやって無限に変えて集まってくるんですよ。で、入り口の部分はここら辺でしょ？で、こっからパーって入るわけじゃん。で、階段の部分はここだな。ここにしておこうか。入り口のこの柱っぽい部分に安山岩で一本だけね、柱を作っていきたいと思います。すべてを戦力岩によって柱を作るとちょっと単調になっちゃうと思うから、一部分アクセントとして安山岩を使用していきたいと思ってるんだよね。だいぶ出来上がったんじゃないかな？一面の部分だけ一応ブロックで敷き詰めました。向こうには窓ガラスいらないからね。ただ、向こうから見た時に全部戦力岩だったらちょっと味気ないので、向こうから見た時はこんな感じ。花崗岩と SCP のモッドで追加された変なブロックを使って、ちょっとした装飾をしてみました。やらかした。壁全部壊しちゃった。どうしよう、これ。まあ、どうしよう。黒曜石がほとんど溶岩にもう飲まれちゃってるよ。ああ、また黒曜石集めないといけないの、これ。はあ、うわあ、めんどくさい。わあ、めんどくさい。絶対やってはいけないミスをやってしまった。最悪だよ、これ。わあ。しか、一個の作業をやり終わったら、また作業が増える。しかも、この作業に至ってはやらなくてもいい作業だよ、本来。なのにもかかわらず。はあ、おっちょこちょいさんだな、僕。黒曜石、足りなかったや。そして高さも前よりも低くなっちゃった。5マスぐらいしか高さが全然足りない。あのお部屋の天井と同じくらいの高さまで落ちちゃった。ああ、やらかした。くそ、やだ。もうこういう事故が起きるから、今度からちゃんと壁に入り口つけておこうか。それとは別に、ちょっとね、SCP を一体も紹介しないで終わってしまうというのも、なんだか申し訳ない気持ちがあるので、何かしらの SCP を召喚して終わろうかなっていうふうに思っております。でもってね、ここが入り口でしょう。
こう入るでしょう。で、ここが入り口だとするならば、受付の部分っていうのはここら辺に当たると思うんだ。だから、ここにエントランスを作ろうと思う。受付の場所を作るためのブロック採集してるとき、外出たんだけどさ、マンション遠くから見たらかなりいいよね。これどうしよっか。戦力岩を柱とするならば、この隙間の部分は何を埋めようかな。ちょっとそこら辺も迷ってしまうよね。いいな、僕あんまりビルとかの建築やったことないんだけれども、初心者にしてはなかなかうまく作れた方なのではないでしょうか。エントランスホールは石系のブロックではなく、あえてのアカシアの原木のブロックで作っていきたいと思う。柱の部分は柵で作ろうと思うな。スタッフルームはここにしておこう。あるちゃん、チケット買うときにさ、ここで受付のお姉さんがおしゃべりして、で、裏の方で、なんか休憩するのにいろんな資料が眠っている場所があったりっていうのがあるんだよ。で、今作ってるのはそういった施設ですね。なんとか作ることはできた。ここがエントランスホールの受付の場所です。こっから入り口で入って、あ、こんにちは。私、SCP 財団のゴッド・ゴータンというものです。SCP-173 の私有施設の点検にやってまいりました。つって、で、じゃあこちらへ署名してください。みたいにやって、いろいろと手続きをした後に、ではあちらの階段を登って、3階に行ってください。みたいな案内をされて、ゴッド・ゴータンは SCP の仕事に就くわけですよ。そういう世界観で、肝心なのはこの受付でやってくれる職員の話だよね。このモッドで使える職員っていうのは一応いるっちゃいるよ。それが D クラス職員ってやつなんだけれども、でもね、D クラス職員さんは、感染ね、可愛くねえんだよ。一旦出してみるか、D クラス職員。D クラス職員っていうのは、SCP の危険な実験とか、あと危険な探索とかに用いられる犯罪者だったり、自殺が志願者、あと死刑囚だったりが働かされるクラスなんだよね。D クラス。要するに危険な実験とかに付き合わされるかわいそうなクラスの人たち。まあ大体が死刑囚だから、かわいそうな目にあっても仕方ないよねって話なんだけど、この子たちは数日間働いたら釈放してあげるっていう条件のもと、SCP 財団で働かされているんだけどさ、男ばっかなんだよな、D クラス職員って。女性がいない。なんでだろうね。これはわざとかわからんけれども、むっさいやろうともばっかだからさ、こんなんが SCP の財団の受付とかにいたってみんなワクワクしないだろ？それにこいつら一旦殴ったらすぐ殴り返してくるんだよ。死刑囚だからさ。だから考えたんだよ。どうせ SCP の財団だろ？SCP を収容するための武器庫を作るわけだ。だったらさ、楽しく行きたいじゃないですか。楽しく。どうせここに行って SCP を収容するためにわざわざ1回2回と行ったり来たりするんだったら。だから、クリエイティブでしか出せないような SCP を出してあげたいなっていうふうに思うんだ。今まではさ、サバイバルでしか出せないような SCP はサバイバルモードのみで SCP 出してたんだけど、実はね、クリエイティブでしか出せない SCP っていうのもあるんだよ。しかもそれらは SCP の今までのサバイバルシリーズでは紹介しきれなかったものもたくさんあるわけ。だから、クリエイティブでしか出せない SCP さんを収容施設の入り口でお迎えしていきたいなっていうふうに思ってる。受付として働いてほしいなって思う SCP さんは、こいつです。SCP-953、ヨーコヘンゲ。オブジェクトクラスはケテルです。体重約8キロのメスの赤狐で尻尾が9本あるそうですよ。でもって、人に変身することができ、人間の中に手を突っ込んで内臓を取り出して肝臓を食べるそうです。マジ？犬が苦手なんだよな。あと、容姿以外にも可愛いとこがいっぱいあるっていうね。すっごい可愛い SCP ではあるものの、人の内臓を食べちゃうのか。それちょっといけないな。いただけないな。まあ、一旦実験として殴らせていただこう。ああ、殴ってくるのか。殴ってくるのか。あっちあっち。まあ、そうだよな。殴りたくなるよな。じゃあ君は？同じ SCP でも、モッドが違うからさ、見た目も違うんだよ。個人的にはこっちの方が好きだな。SCP-953 さん、こんにちは。おいっと！ちょ。殺意が高いな。まあ、いいよ、別に。僕は、許そう。僕は、酒をぶっかけられても、いきなり殴られても、大抵のことは笑って許してやるよ。ただ、僕自身が傷つけられるようなことをしたら、僕は覇気でぶち。そうだな。じゃ、ピースフルになってお前たち消える？あ、消えるのか。
クリエイティブでしか出せないような SCP もいれば、マインクラフトには存在しない SCP もまたいます。ですが、マインクラフトにいくら存在しないからといって、絶対に登場させることができないというわけではないのですよね。なので、絶対にマイクラのモッドにはない SCP ではあるものの、受付にいてほしいなっていう SCP としてはナンバーワンであろう SCP をただいまより召喚していきたいと思います。それを召喚するためにはこれを使います。よし、NPC の杖というのを手に入れた。これを作れば実質的に無限の SCP を出すことができるわけだよね。まあ、何を言いたいのかっていうとですね。まあ、とりあえずやってみたらわかるさ。まずここに右クリック。それと NPC さんが出てきます。そして名前を、よいしょ。でした。SCP-835JP、ケテルヤミコです。何言ってんだこいつって思うかもしんないけれども、こういう SCP がいるんだよね。SCP-835JP、オブジェクトクラスはケテルからの政府、ゼノフォビア、ケテルヤミコ。かつて日本支部の財団職員が惨殺される謎の現象として、ケテルクラスに格付けされていた SCP です。その現象は、夜間の路地裏や寝室などの暗闇の場所で、SCP 財団に勤務する職員だけに起こりました。そんな恐怖現象を物好きな職員がなんでか萌えキャラとしてノートに書いたわけです。二次創作的なノリかな？で、それをきっかけになんでか惨殺現象が起こる頻度が減ったわけですね。それ以降、全職に対して SCP-835JP は恐ろしい恐怖な現象ではなく、ケテルヤミコっていう美少女キャラクターですよっていう風に普及したわけですよ。その結果 SCP-835JP の姿はケテルヤミコとして固定化され、惨殺事件は以降起こることはありませんでした。惨殺事件の正体は暗闇の中に何か恐ろしいものがいるのではっていう本能的な恐怖の具現化だったわけです。要するにこの SCP はみんなが思ってる姿に勝手に体がなっちゃうヘンテコリな SCP って話だね。ケテルヤミコというクール系美女に無口の超可愛い暗い過去があって素敵な女の子に。なのでゴッドコーターはこの SCP-835JP のことを可愛い可愛い JK として認識しています。財団の受付エントランスに置くことにしました。これが SCP-835JP ケテルヤミコです。もともとオブジェクトクラスケテルだったものの今は政府です。何しろただの JK だからね。可愛いよね。ってことで今回ここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。カスタム NPCs というモッドによって人型 SCP は無尽蔵に生み出すことができたよ。本来モッドには追加されないような SCP をも追加することができたことによって、より多くの SCP を収容することが可能になったというわけだ。そしてケテルヤミコのスキンのデザインを考えてくださった海外の方には非常に感謝したいね。エッチだもん。じゃあ、チャンネル登録と高評価よろしくね。かわいいね。